皆さんこんにちは、岸のりかです。あれやあれやといううちにもう臨月になってしまったので、今日は入院バッグの、紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと買ったものとかも紹介したくって、ここにめちゃくちゃ並べちゃってるんですけど、紹介します。入院バッグ、じゃじゃーん。これは今年新しく買いました。ママバッグとしてリュックが1つ欲しくって、で入院バッグね2つあるんですよ。これとこれ、どっちも真っ黒、バレンシアガのバッグになります。1人目の時に、退院と同時に旦那さんがプレゼントしてくれたものになります。でもう1つはこのリュックはね、機能性がすごいんですよね。で2人目子供生まれた時になんかこうどうしても荷物がね多くなってしまうので、たくさん荷物入るリュックが欲しくって、帰省する時とかねポッケがいっぱい ついているプラスなんかこうキャリーバッグにかけれたりするねベルトとかもあって、めっちゃいい感じです。じゃあ中身見ていきたいと思います。はい、ざっとこんな感じですね。ちょっと出してみました。基本的にはサインでもらった説明書きの紙みたいなに書いてある持ち物を揃えた感じになります。あとは大量のお菓子ですね。これはいらんと思うけど、はい、ざっと出してみました。もう私ね、入院が楽しみすぎてなんか旅行みたいになってるんですけど、まあ陣痛とか始まったりとかしちゃったらすぐに病院に行かないといけないじゃないですか。その時にまあなんか飲み物とか、あとは気休めにお菓子とか食べたいなと思って、お菓子系をねいっぱい買ったんです。これまあこれはお茶、アルコールして、なんかこういうのとか食べたいなと思って、一応プロテイン系も買いました。あとグミとかカロリーメイトとかミーダインゼリーとかね、まあこれ飲むかわかんないですけど。でまあ財布とか携帯とか、あとまあハンコももともと入れといたらいいと思うんですけど、財布と携帯はまあ後からでも大丈夫かなって感じで。でこれが私の母子手帳ケース、めちゃくちゃ可愛いでしょこれ。フェイラーっていうところのブランドのもので、もう妊娠する前から次妊娠したらこの母子手帳ケース買おうって決めてたぐらい可愛くって一目惚れで買いました。めちゃくちゃ叫ぶので龍角散も。新しく買ったのはこれです。赤ちゃん本舗で買いました。授乳する時もしやすいし、あとは肌を保湿してくれるような生地を使っている、なんかヒートテックみたいな素材になってるんですよね。でね、これは大事だなって思うものが何個かあって、それを紹介していきますね。まず、ワコールで買ったんですけど、これ一人目の時も使いました。スパッツ、骨盤スパッツです。入院前に買って入院中に持って行ってました。でもう一つ、骨盤スパッツなんですけど、これです。こっちの方が柔らかくって履きやすい、これもワコールで買いました。産んだ後はすごいね、お股に傷があったりとかして痛かったりするので、履ける時に履いてました。この2つは産後めちゃめちゃ使ったのでおすすめですやし、腰とかが多分痛いと思うんですけど、このスパッツを履くとすっごい楽でした。履いた方がいいと思います。でね、このベルト、一応これもワコールで買って持って行ってるんですけど、私的にはあんまり使わなかったかな。もう入れなくてもいいんじゃないかぐらいの感じです。一人目の時も2回ぐらいしか使ってないです。なんで、ちょっとずれたりするんですよね。合う人は合うと思いますけど、結構3位からもベルト持ってきてくださいみたいなのが書いてあるぐらいなんで、一応入れてはいるんですけど、私はあまり使わないです。そして着圧スパッツなんですけど、普通のメディキュットの方が本当はいいんですけどね、これはちょっと履きすぎてめっちゃ汚いんですけど、これグラマラススパッツっていうスパッツです。なんでこのスパッツじゃなくてメディキュットがいいかっていうと、産後先生に傷を見てもらったりとか、まあ、検診でねなんかこう傷の治りを見てもらったりする時に、普通のメディキュットだと太もものところまでしかないやつ
がほとんどだと思うんですけど、そうすると見てもらうときに楽なんですよね。ちょっと下に下げたらそのまま見てもらえるから。これはウエストまであってめちゃくちゃ機能性的にはいいんですけど、産後傷を見てもらうときにいちいちこう脱いだり履いたりしないといけないので、それがめんどくさい。だからまあこれは履くと思うけど、普通のメディキットも持っていこうと思ってます。でパジャマはこのエコバッグに私は入れてるんですけど、パジャマとかパンツとかね、一応あのタンクトップタイプの授乳しやすい下着も入れてます。でこのエコバッグに入れておく理由なんですけど、このエコバッグに入れとけば、例えば旦那さんが面会に来た時に、じゃあこれ洗濯しといてとかって言ってポンって渡したりとかするんで、エコバッグ持っていっとくと結構いいかなと思います。もう使っていいかわかんないんですけど、一応家で使ってる美顔器で、まあコットンですよね。で髪の毛をくくるゴム、コンタクト、これはむくみとかに効くボディーローションです。これ妊娠中使えなかったので産後使いたいなと思って。でこれもね、妊娠中使えないんですけど、お風呂上がりとかに塗りたいなと思って買いました。買ったやつを持ってきます。でスキンケアはもう SK2 でもらった小さいものを持っていこうと思ってます。でシャンプーとか洗顔も家で使ってるものがよくって全部詰め込んでいってます。あとはパックですね。せっかく入院中時間があるので夜はゆっくりパックしたいなと思います。もうね、入院中ってマジで天国、退院したくないなって一人目の時も思ってました、ずっと。であとはオロが出るのでナプキンとかも入れてます。で爪切り、これはベビー用の爪切りになるんですけど、赤ちゃん意外と生まれてきたら爪が伸びてたりする子もいて、で一人目の時はもう結構伸びてきちゃってたんで入院中から切ってました。でこれはガーゼと、あとおっぱいとか拭いたりとか、まあ、いろいろ使えるような水を含んだコットンになります。これ持っていきます。あとは退院用の服ですね。これ自分用はまだ入れてないんですけど、退院用にもうまとめました。一人目の時のこのお下がりなんですけど、一人目の子は夏だったんで中に長袖の下着を着せて上から羽織れるような可愛いドレスになります。ドライヤーは3いんので我慢しようかな。ちょっと見逃してたんでこれ紹介しておきます。ベビーバーユーマドンナってやつなんですけど、これは一人目の時も大活躍した。これね、乳首とかに塗ってもいいし、あと赤ちゃんのお尻とかちょっとかぶれてきたなと思ったらそこに塗ったりとかする、うん、結構使えるからこれも持っていきます。あと結構忘れがちなんですけど、イヤホンと充電器絶対あります。さあそれではですね、新しく買い足したベビー用品をちょっと紹介していきたいと思います。まずこちら、じゃん、ベッタの哺乳瓶になります。前までベッタの哺乳瓶って細い口の哺乳瓶が多かったんですけど、最近広口哺乳瓶っていうのが発売されて、でこれがちょっと可愛かったので買ってみました。スターになってます。240入るのでこれでもうがっつりミルクが終わるまで使える大きさになります。電子レンジで消毒もできるし、熱湯でも消毒できるし、結構使い勝手いいかなと思って買いました。軽いしね。じゃじゃん、鍾乳ポットを買いました。2人目はミルク多めがいいなって考えてて、この鍾乳ポットね、むっちゃいいのが保温してくれるんです。いつでもミルクが作れる状態のお湯の温度でキープしてくれる。沸騰後70度以上で鍾乳適温で保温できるって書いてあるんですよね。でこれちょっと魅力的だなと思って買いました。夜中とかすごい楽だと思うので使えたらいいなと思って購入してます。はい、次、じゃじゃーん、クマのランプ。これ夜中にミルクあげる時とかおっぱいあげる時に明るすぎるのが嫌なので調整できるようなランプを買いました。でそしてこちら大きいものになります。じゃじゃーん、入る？どっ
カトットというものを買いました。これはね、ベッドインベッド、これも一人目が生まれてきた時に実家で里帰りで出産したんですけど、ベッドを2つ重ねて寝かしてたんですよね。で、あっちのベッドに赤ちゃん、こっちのベッドに私っていう風に寝かしてたんですけど、ある日パッて気づいたらベッドとベッドの間に顔がこうなってて、ベビーちゃんの顔が。で、私すぐ気づいたからよかったんですけど、すっごい怖かったんですよね。それで今回は今ベッド2つつなげて寝てるんですけど、そこに寝かすのちょっと怖いから、このベッドインベッドを使いたいなと思いました。それと、このドッカトットっていうのは、口コミ見てると、すっごい赤ちゃんが寝てくれるって書いてあったんですよね。もう、とりあえず赤ちゃん寝てほしいから、奮発してこれを買いました。ドッカトットです。もしよかったら、教えます。コストコのお尻拭きですね。このお尻拭きね、普通に日本で買うお尻拭きよりもすっごい分厚くて、で、水分量もめちゃめちゃいい感じで、おすすめなんですよ。これをずっと使おうと思ってます。なくなったらいつも頼んでっていう風にしてます。で、これは買ったものじゃないんですけど、すごいおすすめのもので、次の子も絶対使うなっていうか、今の子も使うんですけど、お祝いとかにもすっごいおすすめで、お祝い何がいいですかねみたいな DM が来た時に、もう個別でこれいいんじゃないですかっていうぐらい私がおすすめな商品なんですけど、メルシーポットってやつですね。これ知ってる人は結構知ってるんじゃないかなと思うんですけど、鼻水を吸ってくれます。鼻水吸うのっていろいろ種類があって、お母さんがフーって吸えるような機械とかも、機械っていうかまあ器具、安くで売ってるんですよね。で、初め私それを買ってたんですけど、もう睡眠不足やし、そんな鼻水吸ってる気力もないというか、まず難しいんですよね、鼻水吸うのって。で、これはしっかりした機械なんで、これあのコンセント式なんですけど、このここにお水をちょっと入れて、この機械でジューってこう吸ってくれるような、これはねめちゃめちゃ重宝してます。価格1万円ちょっとぐらいで楽天とかでも買えるんですけど、そのままあのお友達にお祝いとして送ったりとかもしたことあるし、これめっちゃおすすめ。とりあえず鼻がね詰まってると夜寝てくれないので、鼻水吸うのはすごい大事なんですよ。で、最後ちょっとでかいんですよね。はい、じゃじゃーん、こちらです。これはストッケのニューボーンセットっていうセットがついたものになります。椅子の上にこういう風な寝かせられる、なんていうんですか、シートがついてて、ご飯とか食べる時とかね、赤ちゃんベッドに寝かせたりとかしてる人が多いと思うんですけど、これだと一緒にご飯の時に横で見れたりとか、ここにおもちゃをかけてね、おもちゃでご機嫌に横で遊んでくれたりとか、赤ちゃんがちょっと安心するかなと思って、これずっと検討してて、で今回お家に迎えました。めちゃくちゃ使うの楽しみです。すごいねスタイリッシュでおしゃれなんで、これはいい感じだと思います。さあ、ということで、ちょっとマイクの設定ミスでですね、せっかくまとめに入ってるんですけど、ナレーションに差し替えております。この動画が出る頃にはもしかしたら生まれてるかもしれないっていう状況なんですけど、また出産の時のお話とか、今回無痛分娩を予定しているので、その時のお話など動画にまとめれたらいいなと思っております。ぜひチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。それでは出産頑張ってきます。バイバイ。